現象、イルルカ SP で、砂漠と水の世界だけで、サージタウスを生み出すことはできるのか。皆さんこんにちは、ゆっくりタッピーと申します。この動画は、前回の動画の続きとなります。まだ前回の動画を見ていない方は、そちらの方からご覧になることを推奨します。ということで、本編開始です。サージタウス誕生を目指して、頑張っていきます。ルールは前回と同じです。侵入できるエリアは砂漠、水の世界とメタルエリアのみ。通信機能と他国マスターの利用は制限させていただきます。前回は、4体配合における悪魔の書を用いた理論の解説と、動く石像の作成を行いました。今回は、バベルゴブル、暗黒の魔人の作成を行います。今回もなるべくわかりやすく解説していきますので、最後までお付き合いください。それでは始めましょう。まずは前回と同じく、砂漠の世界にいる、テラノドンと自然系統のモンスターの配合で、ヘルコンドルを作成。そのヘルコンドルと任意のモンスターヘルコンドルより位階が低い。との配合で、ホークブリガードを生み出します。ヘルコンドル、ホークブリガードをそれぞれ4体ずつ作成します。では、続いての作業に入っていきます。続いて、水の世界の火山島の洞窟に生息するフレイムを4体スカウトします。スカウトする際の注意事項ですが、ヘルコンドルと配合できるように、性別を選んでスカウトしてください。その配合で生み出したモンスターと、ホークブリガードをさらに配合することになります。ここで皆様に感謝を。前回作、砂漠、水の世界、メタルエリアのみでダイヤモンドスライムは生まれるのか、ですが、非常に多くの方にご視聴いただき、前編に関しては1000回再生を超えました。本当にありがとうございます。また、多くのコメントもいただき、チャンネル登録者さんも、近日に50名を突破する勢いです。非常に励みになります。この動画から見始めた方や、まだチャンネル登録をしていない視聴者さんは、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。サージタウス作成後は、さらに厳しい企画にチャレンジする予定です。そちらもぜひお楽しみに。ということで、フレイムをスカウトしました。あと3体スカウトして、配合作業に取り掛かります。フレイムを4体スカウトしてきました。配合に参ります。今回の配合では、ヘルコンドルとフレイムを組み合わせて低い鳥を生み出します。配合の際の注意ですが、先ほど作成したホークブリガードと配合できるように、性別を調整してください。後に配合することになりますので、確認しながら作業をしてください。はい、1体誕生しました。あと3体生み出して、レベル上げに参ります。レベル上げが完了しました。せっせと配合作業です。今回の配合は、先ほど作成した、低い鳥、ホークブリガードを配合し、サンダーバードを作成します。このモンスターが、バベルゴブルを生み出すために必要なモンスターの元になるわけです。この配合が終わったら、また配合をするわけですが、次は、物質系のモンスターを4体用意してください。サンダーバードより位階が低い物質系のモンスター、なら何でも良いです。言ってしまえば、砂漠と水の世界に生息するのは低いランクのモンスターですので、基本何でも大丈夫だと思います。はい、サンダーバードの完成です。レベル上げに参ります。レベル上げが終了しました。配合作業に参ります。ここでは、サンダーバードと物質系のモンスターを配合し、ボルを生み出します。ここで、バベルゴブルの配合量を。バベルゴブルは、バル、ベル、ボル、ブルの4体配合で誕生します。バルはボルト物質系モンスター、ベルはボルト魔獣系モンスター、ブルはボルト自然系モンスターの配合で誕生します。つまるところ、ボル、さえ作成してしまえば、あとは優しい配合を残すのみ。バベルゴブルまではもう少しです。さらに、前回紹介した悪魔の書売買理論を利用して、バベルゴブルを2体作成しようと思います。悪魔の書売買理論については、概要欄から前回の動画、あるいは理論解説部分を切り抜いた動画をぜひご覧ください。さて、ボルが完成しました。あと3体作った後、レベル上げに参ります。レベル上げ終了です。バル、ベル、ブルの作成に取り掛かります。4体配合ができるように性別を調整すること以外には、特に注意事項はありません。バベルゴブルを作った後ですが、パート1で作成した動く石像と配合し、暗黒の魔人を2体生み出します。サージタウスの作成に必要なのは1体のみ。ではなぜ、2体も生み出す必要があるのか、と思いの方もいらっしゃると思います。その理由ですが、今後予定している企画で使用するためです。今後の企画で何のモンスターを配合していくのか、予想できる方はぜひ予想してみてください。ということで、ベルが完成しました。どんどん残りのモンスターも生み出していきたいと思います。はい。続いて、バルの作成ですね。
ポル、と物質系のモンスターの配合です。私は、砂漠の世界で入手した、ドロザラー、を使用しました。はい、バル、が生まれました。残りは、ブル、の作成を残すのみです。最後の、ブル、です。ポル、と自然系モンスターの配合で誕生します。私は、水の世界で入手した、オニムカデ、を配合に使用しました。はい、ブル、の作成も終了しました。これで、バベルボブルに必要な素材がすべて揃いました。レベル上げに参ります。レベル上げをしてきました。配合作業に入ります。悪魔の書、を誕生させるために、バル、ベル、ボル、ブル、のスキルすべてに20ポイントずつ、ポイントを割り振りました。4体配合は祖父母の配合がとても重要です。ここでミスを起こすと初めからやり直さなければならなくなる場合もあるので、慎重に、そして、配合の際に怒りの魔人を作成しないようにしてください。余るスキルが2つになってしまい、悪魔の書、誕生条件を満たさなくなります。性別と配合してできるモンスターには十分注意した上で、配合を行いましょう。はい、ブル、バル、を配合しました。ここで悪魔の書が誕生すれば OK ですね。はい、悪魔の書を仲間にするチャンスです。ここで配合すると、バルとブルを親に持つ悪魔の書が誕生します。はい、誕生しました。残りのベルとボルも配合しちゃいましょう。ここの配合で悪魔の書が誕生すれば、あとはレベル上げをして準備完了です。これで OK です。ここの配合シーンは割愛し、レベル上げしてきます。はい、レベル上げが完了しました。いよいよ、バベルボブルの配合になります。と、その前に、一応、悪魔の書にケイズが引き継がれていることを確認しておきましょうかね。このように、悪魔の書にも、両親のケイズが継承されていることがわかります。ということで、今からバベルボブルを2体作成します。悪魔の書売買理論の凄さを今一度体感していただきます。まずは通常の4体配合から行っていきます。はい、配合候補にバベルボブルがいますので、4体配合成立です。性別ですが、パート1で作成した動く石像とは性別をずらすようにしてください。私は一旦黙ります。誕生の瞬間をぜひご覧ください。はい、バベルボブルの誕生です。私的に、取ってつけたようなバベルボブルのキャラデザインは好きなんですよね。ですがサージタウスを見たいので、悲しいですが素材になっていただきます。ということで、ここからが悪魔の書売買理論の力。バベルボブルをもう一体生み出してみます。はい、バベルボブルを2体生み出すことができました。レベルを上げてきます。はい、レベルを上げてきました。パート1で作成した動く石像と配合していきます。候補の中に暗黒の魔人がありますね。なんとかここまでたどり着きました。さて、これで下準備はほぼ完了しました。ここからは、サージタウスを生み出す素材を本格的に集めていくことになります。この作業全部が下準備です。なかなか答える方もいらっしゃるかもしれませんが、私はこの作業、楽しくできちゃいますね。いよいよ、配合に毒されたかもしれないです。もう、鍵とか使っていられないですね。ということで、1体目が完成しました。2体目もこの調子で作っていきましょう。はい、暗黒の魔人を2体作成することができました。最後に、ここまでの配合をまとめて締めくくります。はい、今回の配合表をまとめてみました。青いラインがスカウトしなければいけないモンスター、オレンジの線は4体配合を表しています。まずはバベルボブルの配合表です。こちらがパート1で作成した動く石像の配合表になります。そして、こちらが暗黒の魔人作成に必要な素材になります。合計で55体のモンスターが必要になります。先述したように、これでサージタウスの素材集めの下準備が終了したことになります。
次回から作業が本格化していきますよ。ということで、今回の動画はこれで終了です。ぜひ動画の高評価やチャンネル登録、SNS などでお友達にシェア、概要欄から Twitter のフォローなど、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。楽しいモンスターマスターライフを。